Алоха, с вами Sword Flame, и мы возвращаемся в Пальмакосту. Возможно, там нам придется сразиться с дезианами, а может быть и нет. Погнали!東の牧場のマグニスだ。マグニス様だ。豚が。この女は偉大なるマグニス様に逆らい、我々資材の提供を断った。よって規定殺害数は超えるものの、この女の処刑が執り行われることになった。クソ、この町の兵士たちはどうしたんだ。演習でほとんど出払ってるんだよ。隙を狙ったんだな。ひどいや。母さん、動くな。そこの女、下手に逆らうと死んだ方がマシな思いをすることになるぞ。ドア総督がそんなことを許すもんですか。ドアか。無駄な望みは捨てるんだな。
汚い豚が！やめろ！ドゥオハ！ダメよ、ロイド。ここをイセリアの二の前にしたいの。何言ってんだ。ここはディザイアンと不可侵契約を結んでるわけじゃねえだろ。目の前の人間も救えなくて世界再生なんてやれるかよ。私もこんな処刑を見過ごすなんてできません。お前は手配ナンバー0074のロイド・アービングだ。お前が例のエクスピアを持ってるという小僧か。こいつはいい。ここでお前のエクスピアを奪えば五星人の長になれる。お前ら、あの小僧どもを狙え。修行が足りないね。くそ、このヘタレどもが。おい、まずはこの女の始末をつけてやる。危ない。なんだと。ミコの意志を尊重しよう。ミコ様、あれがミコ様なのか。ミコ様がわしらに力を貸してくださるのか。みんな分かってるの。ディザイアに逆らうとこの町もイセリアのように襲われるかもしれないのよ。そうさ、分かってる。二度と同じ間違いは繰り返さない。牧場ごと叩き潰してやるさ。無茶だわ、そんな。どの道俺もコレットも奴らに狙われてるんだ。それに俺たちにはミコがついてる。世界を再生する救世主がさ。な、コレット。私、戦うよ。みんなのために。おお、コレット様、偉大なるマナの巫女様。本当にバカな子たちね。心配だから私も手伝うことにするわ。先生、ありがとう。どいつもこいつも俺様をバカにしやがって。お前たち、この連中の始末は任せたぞ。よくもマグニス様をさっさとくたばるがいい。これなら楽勝だな。皆さん、ありがとう。お母さんを助けてくれて本当にありがとう。
んまで殺されていたら、私どうしたらいいのか。お母さんまでって。主人はドア総督の義勇兵に参加してディザイアンと戦い戦死しました。私の母も牧場へ連行されて。うちの店はもともとおばあちゃんが始めたの。だからおばあちゃんが帰ってきた時のためにもあの店を守らなきゃ。マーテル教会の旅行代理店にいるのも道具屋を維持するためで、別にマーテル様を信じているわけじゃないのよ。ショコラ、なんてことを。分かってる、巫女様には感謝してるわ。でもマーテル様はお父さんもおばあちゃんも守ってくれなかった。今だってお母さんを守ってくれたのは巫女様とお供の方だもの。私たちが苦しい時に眠っている神様なんて当てにできないじゃない。そっか、そうだよね。でもね、やっぱり神様はいると思うよ。そうかしら。いると思うよ。あなたにも私にも。巫女様がそう言うなら私も一応信じてみる。さあ、そろそろ私行かないと。次のアスカード旅行はもうすぐ出発する時刻なの。こんなことがあった後も旅行なんか行くのかよ。こんなことがあったから熱心な信者もそうでない者も救いを求めて旅に出るのだろう。そういうこと。それじゃあ本当にありがとう。ディザイアンの連中、ひどいことしやがる。でもカカオさんや町の人にも大した被害がなくてよかった。ねえ、このままだとまたパルマコスタが襲われるんじゃないかな。ああ、俺もそれを考えてた。イセリアの二の舞になった。それを承知でカカオさんを助けたのでしょ。非情かもしれないけれど、私たちは再生の旅を優先しなくてはいけないのよ。また間違ったのかな。パルマコスタには軍隊がある。我々が戦わずともいずれ彼らは放棄しただろう。たとえそうだとしても俺無責任だったのかもしれない。でもショコラもカカオさんもみんなロイドに感謝してたよ。それにロイドが動かなかったら私が一人でも戦ってたと思う。コレット、ありがとう。あの偽物たち、俺たちの真似をしてるんだよな。すると、あの下品なリーダーがロイドね。そっくりじゃない。あの少女がコレットで、魔法使い風なのは私でしょうね。え、じゃあ、あの猿みたいのはジーニアスなの？違うよ、きっとクラトスだよ。
まだまだいけるぜ。
これなら楽勝だな。一旦逃げるぞ。引くのも策のうちだ。ああ、この光景見たことあるぜ。イセリアだけじゃなかったんだな、人間牧場ってのは。もうマーブルさんのような犠牲者を出したくないよ。ああ、もう犠牲者はいらない。行くぜ、ジンギアス。
あのマグニスとかいうやつ、品性のかけらも感じないね。まったくだわ。力で全てを支配しようとしている。その力も所詮はエクスフィアに頼ったものだというのに。あんなやつぶっ潰してやる。あの男にも命がある。マグニスを倒すことは一つの命を奪うことだ。じゃあパルマコスタの人たちが報復されるのを黙って見てろっていうのか。そうではない。敵を倒すということはその命を背負うということだ。それを忘れるなと言ってるのだ。命を背負うか。そうだな。俺はちょっとカッカしやすいみたいだな。気をつける。でもすぐに気づいて反省するのだからまだいいと思うわ。で、すぐ忘れちゃうんだよね。うっせい。あ、まぜっかすな。ロイド、ドアを問いただしてどうするつもりなのだ。そんなの、わかんねえ。ただ、このままにしておくわけにはいかないし、会って話を聞かないと何もわからない。きっと何か理由があるんだよ。そうか。ならば、パルマコスタに急ぐとしよう。そうだな。うん。どんな真実が待っているかな。Thank you.
妻は、クララはいつになったら元の姿に戻れるのだ。まだだ。まだ金塊が足りないからな。だんだん少なくなってくるな。これが精一杯だ。通行税に住民税、マーテル教会からの献金、これ以上どこからも絞り取れん。まあよかろう。次の献金次第ではマグニス様も悪魔の種子を取り除いてくださるだろうよ。お父様、もう少しだ。もう少しでクララは元の姿に戻れるのだ。旅費の料金を底上げして。どういうことだ。なんだよその面は。まるで死人でも見たような顔じゃねえか。ねえロイド、そのセリフありがちだよ。うるせえ。なぜ巫女たちがここに。ニール、ニールはどうした。ニールさんはいなくてよ。そこ、ニールが裏切ったのか。あんたの奥さんがどうしたってんだ。人質にでも取られているのか。人質だと笑わせる。妻なら。ここにいる。あの人、苦しいって泣いてる。化け物なんて言っちゃダメだよ。まさか。そうだ、これが私の妻、クララの変わり果てた姿だ。だから亡くなったことにしていたのね。父が愚かだったのだ。ディザイアンとの対決姿勢を見せたために。先代の総督だった父は殺され、妻は見せしめとして悪魔の種子を植え付けられた。私が奴らと手を組めば妻を助ける薬をもらえるのだ。それじゃあんたはこの町の人を裏切ってるんじゃないか。知ったことか。所詮ディザイアの支配からは逃れられん。コレットが、巫女が世界を救ってくれる。巫女の再生の旅は絶対ではない。前回も失敗しているではないか。それにこの町の者は私のやり方に満足している。ただ私がディザイアンの一員だと知らぬだけだ。黙れ。何がお前のやり方だ。あんたの奥さんは確かにかわいそうさ。でもな、あんたの言葉を信じて牧場に送られたばかりに、あんたの奥さんの料理された人だっているかもしれないんだぞ。黙れ小僧。自分だけが正義だと思うな。ふざけろ。正義なんて言葉、ちゃらちゃら口にすんな。俺はその言葉が一番嫌いなんだ。奥さんを助けたかったなら総督の地位なんか捨てて、薬でも何でも探せばよかったじゃないか。あんたは奥さん一人のためにすら地位を捨てられないクズだ。ロイドやめて。みんなが
強いわけじゃないんだよ。だからもうやめてあげて。コレット、その薬っていうの私たちで取ってきてあげよう。そうしたら総督だってもうディザイアの味方にならなくてもいいんだから。私を許すというのか？あなたを許すのは私たちではなくて町の人です。でもマーテル様はきっとあなたを許してくれます。マーテル様はいつでもあなたの中にいて、あなたの再生を待っていてくださるのだから。私の中に？バカバカしい。人間ごとき劣悪種にマーテル様が救いの手を差し伸べてくださることはありません。何をするんだ！お父さんでしょ？どうしてこんな。ふざけるな。私はディザイアンを滑るご聖人が推すプロネーマ様のしもべ。ご聖人の一人であるマグニスの新たな人間培養法とやらを観察していただけ。優れたハーフエルフである私にこんな愚かな父親などない。愚かな父親ですって？愚かではないか。娘が亡くなったことも気づかず化け物の妻を助けようとありもしない薬を求めるなどと。こいつ許せない。一気に切り崩せ。はい、愚かに。無駄だ。決まりました。ここに集いで神の御心を示す。やってんだね。ここに集いで神の御心を示す。エンジェルフェザー。無理をするな。アクアエッジ。任せてね。
アスクリューそれタハッタハッハッハッ決まれアイスだ受けてみろアスクエイド聖なる翼やハッ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 神の御心を示さん放ち、お前たちに死を！またかよ。また辛い思いをしている人を倒さなきゃいけないのか。
待て。キリア、無事か。キリアは。本物の娘さんは無事らしいぜ。安心しな。ロイドと言ったかね、キリア。あ、先生、早く治療してあげて。ショコラ、助けてやってくれないか。お前たちをおびき出すため利用された哀れなあの娘。認識番号は3341だ。わかった。それなら、これは勝手なのだ。もしもどこかで妻を助ける方法が見つかった、妻を人間の姿に戻してほしい。娘が戻ってきた時、一人でもかわいそうだ。わかった。ありがとう。そろそろ行こうか。その言い方はないだろう。落ち着けロイド。我々がなすべきことは、ショコラを助け、この辺りを支配するマグニスを倒すこと。その通りだ。分かってる。あんたの言う通り。すまない。行こう、ディザイアンを倒そう。私の癒しの術は一人救えない。先生、何か言った？いえ、何でもなくて。どうしてドアさんに嘘をついたの？哀れに思えたからかもしれない。自分の娘がこの世にいないなんて、知りそうな人間に言えないだろう。そうだよね。でもあの人、うすうす気がついてたんじゃないかな。え？
だったらどうして俺にあんな質問を？それはあの人が父親だからだと思う。父親？うん。子供の無事を願わない親なんているはずないもの。俺の両親もそうだったのかな。子供を思う親の気持ちってすごいんだな。そのようだな。母さんはディザイアンから俺を守って死んだのかな。お前は母親が亡くなった時の記憶がないのか。俺まだ3つだったんだぜ。ほとんど覚えてねえよ。そうか。ならば気に病んでも仕方なかろう。亡くなった母の分まで生きるしかない。だな。これなら楽勝だな。させるか。引くのも策のうちだ。Этот босс поначалу показался легким, и думал, даже удастся его наконец-то победить. Хоть наконец-то какого-то босса победить на харде при первом прохождении, чтобы ни один из персонажей не умер. Но нет, все оказалось не так-то просто. Хотя, конечно, если бы я знал, то на этого босса полезно было бы взять учительницу, поскольку у нее также есть хил, у нее есть бафы на дамаг на защиту, и она может снимать физические недомогания. А босс с самого начала боя, вероятно, нельзя сбить эту атаку. Не знаю, может и можно, но скорее всего нет. Понижает всем физическую защиту, от чего много урона наносит. Хотя неизвестно, под конец босс начинает постоянно кастовать свою темную печать. Не знаю, физический у нее дамаг или магический, сносит слишком много. Если бы босс не кастовал эту атаку, возможно, удалось бы без смертей пройти этого босса. Но, да ладно, в принципе, как я уже говорил в одном из прошлых видео, об этом, в принципе, можно и не париться, поскольку ранг и так можно набивать. Единственное, что на боссах, возможно, можно набить сразу большой ранг. По крайней мере, так было в Берсерии и в Зестирии. Я точно помню, что там за босса можно было набивать очень большой ранг. Ну что ж, в следующем видео отправимся спасать Шакоу. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был SwordFlame. Всем пока!